クリップ1945年の地図上の八尺門駅付近近貨石線は、かつて台湾キールン市中西区の八尺門と台北県随カオルチンの水道を結んでいた台湾金属工業の軽便鉄道路線。別名、水八線とも、日本統治時代に日本工業が開通させた鉱山鉄道の後ろ身であり、その後の台湾鉄路管理局新沖線の前身でもある。 台北州キールン郡随香る省の水南道から古両、新沖、八戸港経由し、キールン市の発射門を結び、金化石で産出された、鉱物資源を発射門の不団に運搬、日本へ輸出するべく建設され、期間にフィート6インチの軽便鉄道を開通させた。当初は発射門周辺住民の反対により、実現せず、発射門に造船所が建造されるように、 なった1919 19年以降に建設の機運が高まった。1933年、日本工業が金華石膏区を買収し、すでに開通していた金華石膏産株式会社による鉱山軽便鉄道2 2トルの延伸に着手、1934年に5 3トルとなった。 1936年キールンパッシャク門まで全長1 2 2 7トルが延伸開業した。キアラガネが設立した台湾工業株式会社による運営で貨物輸送だけではなく旅客輸送も行っていた。八ッ市駅は現在の位置ではなく、伊佐五園地区の北安市寺と長和街交差点付近に位置していた。 第二次世界大戦後は1948年から近藤公務局が1955年から公務局が開祖した台湾金属工業講師が引き継いだ。新大気火力発電所が建設されると燃料となる石炭輸送のためにハット湖から新大の間が期間線6 7 m m の狂気路線で併設されることになり、随隋るでギラン線との連絡が実現した。 新大気線開通から間もなく、再三の悪化した大金工事は八都市と八尺門間は、廃止された八都市と、水南道の間は大鉄に完全に移管された。跡地は、台湾小道浜海航路や、国立台湾海洋大学校内道路、台湾中油のタンク内道路や、巷道に転用された。新大気線の海河間駅等は、金華石線と、ほぼ重複している。 キールン市内には当時のトンネルの遺構が残っている。2000年代にキールン駅と新沖旋回加間駅を結ぶキールン景気の一路線として復活する構想が浮上したが、重間線を活用したトラムトレインで台北市との連絡を重視したため立ち消えとなっている。ありがとうございます。